こんばんは。こんばんは。こんばんは。30分だけ。歯医者頑張って。歯医者頑張って。じゃあ歯医者好きだから。うちは歯医者好きだから。こんばんは。30分だけやります。歯医者は好きです。嫌いなの？歯医者好きです。え、本当にあのちっちゃい時からね、もう歯医者通いだったの。今も歯並び悪いんだけど、今も普通に歯並び悪いんだけど、歯医者めっちゃ好き。誰もありがとうございます。体調は元気です。しっかり。皆さん体調大丈夫ですか？星ありがとうございます。初日のメンバー出されましたか？制服の目のやつ出されました。初日のメンバー、星ありがとうございます。だるまも可愛いギフトもありがとうございます。課題お疲れ様。課題お疲れ様です。お疲れ。ココアとハートもありがとうございます。誰もありがとうございます。福ギフトも星も虹虹もありがとうございます。え、初日メンバー出されてました？ハートありがとうございます。星も、え、初日メンバー出てます。めっちゃ頑張りました。初日の出れるやつ、初日に出れるようにめっちゃ頑張りました。星ありがとうございます。可愛いギフトもハートもかっこいいギフトもありがとうございます。星もハートもお疲れギフトもハートもありがとうございます。尊いギフトもありがとうございます。え、初日めっちゃ頑張りました。出れるように頑張りました。水色のだるまと虹ありがとうございます。虹虹ギフトありがとうございます。緑のだるまも、初日頑張ったからよかった、よかったって思っ、頑張ってました。初日に出れるように当たり前なんですけど、頑張るのは。でも頑張ってました、めっちゃ本気で。ハートありがとうございます。今日も可愛いですね。ありがとうございます。可愛いギフトもありがとうございます。にじにじギフトもありがとうございます。たくさんにじにじギフト、ハートも星もありがとうございます。エソかきれながショールームでうちのことをめっちゃ褒めててくれたっぽくて嬉しいですね。音符もハートもありがとうございます。星も、だるまもありがとうございます。ハート3つのやつも、ココアもありがとうございます。ハートも初見さんありがとうございます。こんにちは初見さん、コメント遅くてごめんなさい本当に。頑張ったギフトありがとうございます。初めて見てありがとうございます。頑張ったギフトありがとうございます。あ、頑張ったギフトありがとうございます。皆さんありがとうございます。初日申し込むね。え、当たったらやばいね。ハートありがとうございます。初日マジ当たってほしいです、皆さんに。嬉しい。ここみんなうちは待ってる。嬉しい。
サイン会のお会計ありがとうございます。お楽しみに。うちも楽しみです。大丈夫っていう、大丈夫って言わないみんな。大丈夫って道言うんだよね、うち。大丈夫ってあんま言わない。大丈夫っていう。レインボースターありがとうございます。可愛いギフトも星も。あの初日に向けてはね、いろいろやってて、レッスンとか初日のメンバーのレッスンを誰にするか決めなきゃいけないわけじゃん。でそのテストとかをしたりしてましたね。ハートありがとうございます。こんにちは初見さん。え、初日じゃなくて大丈夫って言わないのみんな。大丈夫、え、大丈夫って言うよ、言うよ。誰もありがとうございます。タコもありがとうございます。ハートのギフトも星も。皆さんが当たりますように祈っときます。でも倍率高そうじゃない？絶対に思わない？おしありがとうございます。だるまもにじにじありがとうございます。ギフトにじにじギフト長野弁かな。長野弁か。こんにちは。虹ありがとうございます。おつ虹、虹虹よし、こんばんは。倍率高いよね。え、そう、大丈夫はおかしいみたいな、かけれなが言ってましたね。ハートありがとうございます。パワー祈ってきます。みんなが当たるように。本当に左右非対称代表になれそう。ハートありがとうございます。初日応募8000人やばくない？無理。当たったらさ、最強の運の持ち主じゃない？ハートありがとうございます。歯医者頑張って、歯医者頑張って。本当に会いたいね。本当に会いたいよね。代表頑張って。おつにじこんばんは。え、代表使うよね。長野県方言じゃない？もしかして。おしありがとうございます。ひどい、ひどい。今日はかなり非対称。まあ電気も電気なので今の部屋の。こんばんは初見さん。ハートありがとうございます。初日おめでとうございます。ありがとうございます。頑張りました。バラありがとうございます。花束バラもありがとうございます。こんにちは初見さん。こんばんは。おつにじサイリウム青ありがとうございます。緑も青緑。初日応募するよ。ありがとうございます。当たりますように。皆さんが全員当たりますように祈っときます。可愛いギフトもありがとうございます。だるまもおつにじ初見さん遅れたごめん。ありがとうございます来てくれて。嬉しい。ココミにどんどん心奪われて非常にまずい。嬉しい、うちからしたら嬉しいね。福ギフトありがとうございます。今日さ V ですね。最近ずっと寒い。なんか今の時期が一番寒いっぽいね。1月2月が一番寒いらしい冬は。金のだるまありがとうございます。応募しますね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。だるまも。え、長野はね、
何度なんだろう、でもマイナスいってる気がする。なんかねえねとかと話すときにいつもマイナスとかって言ってるから、マイナスかも。初日おめでとう、ありがとうございます。皆さん週末雨降るんだ、やだ雨もうこれ以上。あでも雨はなんか何気に好きで、気分があるじゃん、雨が好きな気分とか。長野は天気良かったよね。なんか最近天気いいよね、どこも。なんか大雪警報とか大雨警報とか見なくない最近。ショールーム見ながらモバメ返信しててありがとうございます。いつも見てます、返信。皆さんお仕事頑張ってください。まだ仕事終わらないんですよ、頑張ってください。お仕事頑張ってください。今車一度やばいね。長野は寒いよね、やっぱり空気が冷たいもんね。まあその今日は前髪がうまくいかなくて右分けです。この光ない方が良くない？こんにちは。アサイリウムフル準備ありがとうございます。ハートもありがとうございます。星もありがとうございます。星ありがとうございます。おつにじこんばんは。え、そうなの？群馬県？大丈夫ですか雪は。群馬県の方はじめまして、初見さん。静電気さやばいよね、髪の毛特にやばいです、静電気は。今日は前髪はね10です、10点です。ハートありがとうございます、初見さん。出てた？大雪警報大丈夫ですか？気をつけないと。光ない方がいいよね。右耳はねすごく元気ですね、元気です。こんばんは。いや100点満点中の10点です。前髪はねなんか今日はうまくいかなくて朝からで、もう時間も時間で早く用意をしないと間に合わないじゃん朝は。だから前髪を急いでやった結果これで10点です。昨日くごみん星座配信したのでこれから星座で見てます。嬉しい、嬉しいのかわからないけど、無理しないように、無理しないように。パッツにしたい、もうすぐ切ります。ちょっと今は長すぎてまつげに前髪がかかってるので。似合う、ありがとうございます、ギフト。10点満点10点です。え、寝癖やばいよ、寝癖やばい。朝ヘアアイロンが必須です。ココアありがとうございます。え、もう休みの日は前髪ずっと止めてる、ピン止めで。今日一日中寒かったよ。でしょ？でしょ？とか言ってわからないんだけど寒いよね。冬はどこも寒くて。おつにじー、こんばんは、初見さん。200点のココミいつかな。
100点いつかな。コンサートとか劇場って言っても100点出せないから100点はないさそう。一生前髪流したりしてるよ。あの全部こういう感じにしたりもするし、でもショールームとかではしてみたいな。前髪いろんな髪型したりとか。ハートありがとうございます。髪長いですよ結構。ハートありがとうございます。バレンタインズのラブレターありがとうございます。黒ですね今日は。黒だから漏れてないです。今日はちょっと顔が。こんばんワンワン、あったかいですこのニット、首まであるし。おつにじマイナス11度、やばいよ。まだ仕事です、頑張ってください。お仕事、髪はね壁写真のやつを基本としてって感じだから、髪の長さは壁写ぐらいに整えていかないといけないです。イエベです、イエベ。あでもなんかイエベブルベなんかどっちもって感じ。福ギフトありがとうございます。こんにちは、だるまありがとうございます。かわいいギフトもありがとうございます。こんばんは、ココミンスコーン食べてみてほしい、本当に美味しいです。スコーンを作ってたんですけどよく美味しいですね。ココアありがとうございます。え似てないですよ、嬉しいですけど。すごい、えそううちに会える機会も増えてきますこれから。ハートありがとうございます。星も吹雪やばいよね。名古屋は雪が降るっていうよりなんか待ってるって感じです。こんにちは、ハートありがとうございます。初日おめでとう、ココミヨシのこと女性でペアでますね、楽しみです。かきれなと仲いいし、うちは楽しみ、当たりますように祈っときます。当たりますように、みんなが当たりますように。ハートありがとうございます。えスコーン美味しそうだったでしょう。美味しいんですよねあのスコーン本当に。ハートありがとうございます。3つのやつ初日おめでとうありがとうございます。頑張りました、頑張るの当たり前なんですけど。コバありがとうございます。ハートも初日ね本当に出たくて、配信お疲れ様です、お疲れ様です。モニミ待ってます、モニミで、モニミでも皆さんのこと待ってます。ハートありがとうございます。星もうん、カントリーマーム今日のメールの内容じゃん。あ違かった、あそれはビスコでした。あのカントリーマームのことを書こうと思ったの最初、あの最近カントリーマームにハマってるっていう内容を書こうとしたんだけど、でもこの前ビスコを食べた時の美味しさにびっくりして。でもすごくない？カントリーマームの内容が出てきて今このショールームで。当選したらサイリウム振るね、待ってます、ありがとうございます。え本当に体調管理しっかりしないと初日まで。ハートありがとうございます。モニミ来た
制服の飯道頑張ってね、ありがとうございます。頑張ります。えね、倍率やばそうだけど祈っとく、みんなが当たるように。モニミですよ、モニミ。昨日寝る前と通勤中に過去動画決めた。タモシさすが、ありがとうございます。タモシ、あ、あれか、ビスコか、ビスコね、ビスコのいちご味美味しいよね。美味しいよね、あれめっちゃ美味しいです。よかった、出れてありがとうございます。ハートも服もキラキラのだるまも星もたくさんありがとうございます。え、モニミ待ってます。皆さんだるまありがとうございます。伊藤モニ160センチはねいけるかもしれないしいけないかもって感じなんですけど。ここみわし、こんばんは。え、そうなの？ないの？なんだろう。だるまありがとうございます。うん、ここみ久しぶり、久しぶりです。お久しぶりです。今日もかわちいね、一押しですか。ありがとうございます、ありがとうございます。お久しぶりです。星もありがとうございます、たくさん星ありがとうございます。おつにじハートありがとうございます。え、いいね、国民検定やりてみたいなやってみたいね、楽しそう。そう、あんずさんも出るので、まあまあそれもあった、あの憧れの先輩とさステージ立ちたいって思うじゃん。ハートありがとうございます。バラもたくさん。もうすぐ壇上を読まなきゃいけないんですけど、国民検定下からのアングルでなかなか漏れないのに、下からアングルもひどいけどね、あの手が疲れたので今一瞬いろんな決断をしなきゃいけなくなっちゃうね、みんな、みんなじゃなくてしたくなっちゃうね。一緒のユニットね。ハートありがとうございます。だるまもハートもだるまもありがとうございます。グーポーズ、劇場で輝いてほしいな、頑張ります。たくさんこれから輝いていけるように。音符ありがとうございます、たくさん。最後に皆さんギフト、え、嬉しい、グーポーズ一番好き、嬉しい。おつにじハートありがとうございます。頑張りました。え、嬉しい、ここみん可愛くて気になってしゃあないのよ、ありがとうございます、嬉しい。じゃあ35分に読みます、壇上を。ここみんの制服の目楽しみすぎるよ、お楽しみに皆さん。これからたくさん頑張ります。このぐらいのさ、目の大きさ良くない？このぐらい、このぐらい、この
のぐらい。めっちゃこれ左右対称じゃない、なんか。え、なんか目の形変わった今ので。ファイトありがとうございます。ギフト帰ったら見てください、ぜひ。あ、中吉おめでとうございます。ファイトもありがとうございます。ギフト今のところここミサイリウム振りたい。ありがとうございます。待ってます、見つけます絶対に。かわいいぞ、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん体調に気をつけて。なんか右ちっちゃくなったよね今ので。星ありがとうございます、かわいいです。星ありがとうございます。逆効果だね今の。おつにじもうすぐ終わっちゃうんですけど。そうね、あんずさんは絶対に振ってください。え、うちもみやびちゃんの大吉が出ました。今日うちは今日みやびちゃんの大吉が出ましたね。おつにじ100キラありがとうございます。え、ね、眉毛も変わったよね。え、アイプチね、グイってやりたいよねアイプチで。ハートありがとうございます。誰ももハートも。では読みます。13位、なんかかわいい座敷わらしみたいな。座敷わらしじゃないですかこれ。座敷わらしの方ありがとうございます。13位は。12位は猫のたこ焼きの方ありがとうございます。12位は、じゃ11位はメイドの女の子の方ありがとうございます。メイド女子。10位はアザラシのサーモンの方ありがとうございます。この前読み忘れちゃった、時間のバグで読めなかったのもすいません。ありがとうございます。この前ものも加えて今日もありがとうございます。9位は水色のワンピースを着たボブの女の子の方ありがとうございます。8位はありがとうございます警察官の方。7位はシナモンの方ありがとうございます。6位はサイリウムを持った男の子の方ありがとうございます。5位はクマのリラックマの方ありがとうございます。4位は歌舞伎の方ありがとうございます。3位は SK48 のクマの方ありがとうございます。2位は石塚さんのアバターの方ありがとうございます。1位はアンズさんののぼりを持った男の子の方ありがとうございます。皆さんハートありがとうございます。おつにじありがなす初日皆さん当たりますように祈ってきます。ありがなす今日も可愛かったありがとうございます。ありがとうございます。コメントもギフトくれた方も来てくれた方も心を決めます。また明日もあと30分、モニミも祈ってきます。皆さんが当たりますように。バイバーイ。ありがとうございます来てくれて。
またお疲れ様です。ありがとうございました。